2015J1 昇格プレーオフの表彰式を行います。2015J1 昇格プレーオフに優勝し、2016シーズンの J1 昇格を決めたのはアビスパ福岡です。優勝したアビスパ福岡には J1 チェアマン村井光美より優勝盾が授与されます。クラブチーム世界一を決めるFIFAクラブワールドカップジャパン2015
今大会は大阪で初の開催となります。12月13日日曜日準決勝2試合、そして12月16日水曜日ゴリ決定戦及び南米代表リバープレーザーが登場する準決勝が同スタジアムにおいて行われます。開催国代表 J1 チャンピオンサンセレッチェ鹿島は開幕戦で勝利した場合、13日アフリカ代表マゼンベと準々決勝を戦います。チケットは大会公式サイトをはじめとしたインターネット販売およびコンビニ、プレイガイドを店頭にて購入を発売。